ハイメ2世は、アラゴン王、バレンシア王、および、バルセロナ博。カタルーニャ5名では、ジャウマ2世。はじめは、シチリア王で、シチリア王としては、ジャコモ1世。後世王と呼ばれる。アラゴン王ペドロ3世とその王妃であったシチリア王、マンフレーディの王女コンスタンサの次男。1285年に不王が死去した際、兄アルフォンソ三世が、アラゴン王位を、ハイメが、 シチリア王位を継承した。6年後の1291年にアルフォンソ3世が独身のまま死去するとアラゴン王位にもついた。その後、シチリア奪還を目指すナポリオ・カルロ2世と争い、1296年に結んだ講和条約でハイメ2世はシチリア王位を放棄した。しかし、シチリア人は変わってハイメの弟フェデリーコ2世を王に選んだため、 カルロ2世の望みは達成されなかった。ハイメ2世は4度結婚している。最初の王妃は、カスティーリアをサンチョ4世の王女イサベルであったが、サンチョ4世の死後に、ハイメ2世は、対カスティーリア政策を同盟から干渉に変更した、ため、離婚した。1295年に結婚した2番目の王妃は、対立していたナポリオカルロ2世の王女ブランカで、多くの子女を設けた。 1315年には、キプロスを遊具三世の王女マリーと結婚したが、子供は生まれなかった。1322年には、カタルーニャ貴族、アリゼンダデムンカーダと結婚したが、子供は生まれなかった。ありがとうございます。